どうも、飯田です。では平文を田舎者が暴れてきた第66弾となります。今回から既存車種の育成パートに戻っていこうと思います。で、今回のターゲットはベントレーコンチネンタルスーパースポーツ ISR となります。さて、まあ既存車種なんで参加したことあるイベントのみですが、まあせっかくハードのねサーキットレースありますので、こちらの方参加していこうと思います。で、ドリフトアタックやあのスマッシュ&グラブも参加したことないイベントなので、まあ向こうについてから考えましょうかね。あんまりあの距離が長すぎるもあれなんで、はい。まあベントレーコンチネンタルの特別使用車ですね。確か氷の上での、あの氷の上で、記録とした最速のオープンカーですよね。結構こういう派手なカラーリングが好きなんですが、コンチネンタルはね、個人的にクーペの方が好きかなって、あの香川ユニ車ショーで見たんですが、あのルーフラインが美しくて、本当あれはなんか忘れられないってわけでもないですが、見とれるような感じですね。しかしなんかこんな車をリトルリーグのなんか球場でしょうか、こんなところに置いちゃって、一体何を考えてるんでしょうかね、元のオーナーさんは。そういえばあの自分は野球のことはよくわかんないんですけどね、なんか入場行進にオープンカー使うときあるじゃないですか。もしかしてそれ、随分と大層なリトルリーグですな。まあきっとお金持ちのリトルリーグの虫がこの車飽きて、まあとりあえずここら辺に置いとこうかみたいな、泥だらけになるのもったいない。しかし本当なんかなんか高嶺の花って感じの車ですよね。まあ、庶民じゃ到底買えるもんじゃありませんし、まず庶民が買おうとしたらなんか査定とかで引っかかるんで、まあ買えませんでしょうね。いくら4500万ポンと出したとしても、いやあんた維持できんから帰ってくださいみたいな。まあこれはね、まあ、この手の車って維持費もかかりますし、まあたくさん売るような車でもないですから仕方ないといえばそうなんですが、まあそれに我々の、庶民みたいな存在、じゃあ庶民みたいな人間は、まあこういう高嶺の花をね、あの、まあ、こうやって拝む方が楽しいんじゃないかなって、まあ届かないからこそあのこうやってあのゲームとかで楽しめるんじゃないかなと思ってしまいます。まあこれは自分だけかもしれませんが、まあ、仮にたくさんポンと積まれても正直この車の価値はあまりわからないので、まあ私はまあちょっと、まあ、ガキンチョなんでね、やっぱスポーツカーとか、やっぱオフロードとかに手を出しちゃうわけで、4500万あったら何使おうかな。やっぱりオーストラリアから70ランクで並行輸入したりとか、アメリカからマスタングを並行輸入したりとかね、ちょうど向こうではマニュアルトランスミッションモデルありますし、あとシェビー GT500 もありますからね、日本内。一度でもいいからあの大排気量を味わってみたいもんですが、あの知り合いにねマスタング乗りいるんですよ。いやなんかあの5リッターのエンジン体感しちゃったらもうねって、まあ、そうなるとやっぱり自分も乗りたくなるなと思いつつも、いや税金的には無理でしょうかなって、まあ、その人のあの自動車税の画像が、じゃ自動車税のもうあの画像がツイッター上に流れてたんで見たんですが、1年で88,000円、ましてやそれに、まあ、消耗品とかやらガソリン代やらとか回ってくるとなんか恐ろしい話になってきますよね。まあそれに自分ね結構ねあの細い道とか走ったりするんで、まあ、渋滞に巻き込まれるぐらいならあの回り道し、まあ、どんなちっちゃい道でもあの回り道で、まあ、たまに自転車道とか走りますからね。自転車道というのは厳密に言えば自転車しか走るような道ですけど、まあ、そんな人間にねあんな大きい車ありまんかなって、まあ、そんな田舎者の言い方です。そういえばベントレーコンチネンタルってやっぱ iOS 版だとクーペの方が収録されてるんですよね。あの自分的にやっぱりあのクーペのボディラインを拝みたいんで、いつか DLC であの iOS 版のみの車を出してほしいですよね。まあ水増しにも構わないですよ。あのやっぱオープンとクーペじゃ随分と印象変わってきますから。まあそれにやっぱなんでねあのハマ H1 があれだけなのか、
私は不可解なところです。あともう一つね、 iOS 版向けの車ってもう一つあるみたいなんですね。だから自分、まあちょっと自分がこの目で確かめたわけじゃないんで何とも言えないところもあるんですが、中国向けの iOS 版にジャガー F タイプ V8S があるみたいです。あの車結構気になってるんで、なんで iOS 版のみなのって感じがするんですが、しかも中国のみ。早くPC およびコンシューマー機で、どの国でも発信してほしいと思いますけどね。まあ、そんなことはともかく、いつも通り、エアヘブンスタイルでドンパチ楽しくやっていきましょう。まあね、どんな汚い手を使ってでも勝っちゃいいんですから、勝つことに意味がある。どんな手を使っても勝つと言ったの、言ったらあれは嘘だ、やっちゃいましたね。初っ端からこれもちょっときついものがありますね。しかもインパクトプロテクションっていう、果たしてもなんか重くなりそうな罰が、たれさえ贅肉たっぷりのデブチンなのに、まあ、いや、ちっとハンデがあった方が面白いかもしれませんからね、と言いながら負けた自分が言うのもあれですが、テイク4。いや、まさか、いつもハードだったらね、まあちょこっとね、見せなきゃどうにもなると思ってたんですけどね、まさかここまで手こずるとは。しかしフォルクスワーゲングループを代表する最高級車なわけですから、その半額以下の車にごときに負けるなんて屈辱他はないでしょう。とにかく金の力でどうにかしないといけないですからね。まあ、ストリートレースですから勝たなきゃ見えないわけです。勝たなきゃ、結果こそ全て。というわけで、どんな手段を使ってでも勝ちに行きましょう。何、この贅肉は他の車を突き飛ばすには有利なんです。実力行使も勝ちはいいんです、勝ち。というわけで、とりあえずなんとか3位に。お前さん、毎度引かさせられてるな。ここはもうなんかクラッシュ要因ですね。そして目の前になんか骨みたいな車がいますね。乗ったらフォルクスワーゲングループの下水車が出てきましたね。確かに向こうも高級車ですが、俺の車の価格には負けてますよ。まあ盗難車がでね、とやかく言うのもあれですが、そしてまたヒョロヒョロな外国の野郎が目の前に出やがった。おのれ、俺のラインは邪魔させない。それ、ここが俺のラインだ。てめえの走るとこねえから。よーし、さあガリガリ君補足。さあ、待て、なんとさっきの、まあわしが前に出たから全てよしとしますけどね。さあ愚民ども、わしの高級車のケツを見るかい。でやーてめえん、まあ、ケツなんか見たかねんだよ。よーし、なんとか1位になったんですが、しかし中横から来てるよ。うっ、これは危ない。この調子だ。さあみんどもにどんどん高級車の魅力っていうのも見せつけてやろうって。うー、しかしここで自己主張が激しいお牛さんがいますね。そのおもちゃい色みたいな車に抜かれてたまるかい。よっしゃー、無事勝てました。いや、まさかこんなに苦労すると。まあ無事勝てたことにしいいでしょう。